つおだし醤油を使って、カツ丼を作ってみたいと思います。この富士食品のカツオだし醤油は、希釈割合が本品1に対して水3、他社が大体、ソース1に対して、水が2ですので、若干、強いソースとなっております。これ1本で、カツ丼、親子丼といろいろな丼物を作れますが、本日はカツ丼を作りたいと思います。材料の方がご飯、カツ、ししとう、玉ねぎ、卵、ネギとなっております。まず、本格を揚げます。170度、3分ほどで揚げ上げます。その間に、タケノコを用意します。1対3で割った、タレに玉ねぎ、ししとう、で、火をかけます。本格が上がりましたので、フライから揚げます。ここで、油をよく切ります。油をよく切りましたら、とんかつを切ります。そして、親子鍋の方に入れます。卵、そして、ネギをのせて火にかけて、蓋をかけて1分弱煮ます。1分弱煮立てましたら出来上がり。ご飯にのせます。